誰でしょう、誰でしょう、誰でしょう。サーフィン。天気すぎてな、暑いな。ここね、ミストが来てます。当たってる時は気持ちいい。だけど、日向に出ると暑いです。ありがとう。暑いのかな。一番涼しいんかな。やめて。ちょっとやめて。うんちがちょっとめちゃくちゃになるから。ちょっと。ストップ。みんなでうんち。近くで拾ったうんちばらまき事件になるとこや。なあ。もう一つ事件発生。もう一つ事件発生は何ですか。ラディが見つけた。ネズミがね、ぺちゃんこになって干からびてました。ネズミってあんなちっちゃいんですね。全然知らなくて、で、赤ちゃんみたいな、ハムスターの赤ちゃんみたいなやつが、犬舎の中にいて、なんかこのサイズらしいです。なんかこの辺にいる子は、もっと大きいのもいるのかもしれないけど、ね、なんか市場とかのなんか、ドブのところになんか走ってるネズミを見たのが一生に一回、それだけだったんで。ちっちゃいのがいっぱいいるんですね。かわいいけどね。でもバイキンがいっぱいやからかわいそうだけど、どうしようもないね。一瞬ね、キジさんのひなが帰って、そんで、なんかさらわれたりとかしてぺちゃんこになったんちゃうかと思って、必死で、そのビニールのうんち拾いの途中で、新しいビニールでね、もちろん、拾ったらネズミだったんですよ。まあでも誰か食べんでよかったなと思って、そんな平凡な、お昼下がり。まだお昼じゃないか。サビも日陰行っといで。涼しいとこ行こう。サビがまだ移動してくるからね、一緒のとこ行き。から取られた場所なあ、そこすぐどいたらすぐ取られね。ここに一番ええとこなあ、とピカチュっぽいな。そこ少々知ってるもんな。そこもええで。なあ、どうですか、元気ですかってね。みんな元気で頑張ろうねって言って言ってるそうです。はい、言ってます。はい。じゃあ、短いけどまたね。こんにちは。バテてます。暑いです。ソフィーとダディ。暑いです。
良し、仲良しやな。暑いな、ほんまに。皆さん気をつけてくださいね。ね。ちょっとね、この前興味深いというか、知ってるようで知ってない話。ね。うん。睡眠すっごい大事なんですけど、体内時計に関係してて、その体内時計がね、ちょっと面白くて、でやっぱり犬と人って近いんやなって思いました。なのでその話をね、またできたらいいなと思ってます。あれ、あっち向いちゃいてました。綺麗な水入れてきたところからやめて、足入れるの。そうそう、飲むためにあんの。やめなさい、やめなさい。まだ飲む分なくなったやん。ダディの得意技、水かき、水出し、水まき。まあロビードロドロやな、お水ドロドロ。よいしょ。あとあと火かけてます。すかさずそこ取ったな。だってそこ場所といたらもう場所なくなるねん。これちょっと日陰行って、日陰、あなた、あれ日陰。
かんの？